ました。ご連絡いただきます。皆さんこんばんは。参議院の有田哲郎です。皆さん、今はまさしく歴史的な瞬間です。原発は動いておりません。この現実を当たり前のものとして原発ゼロの日本を作る、そのために一緒に頑張っていこうではありませんか。皆さん、私は2年半前の 3.11 が起きてからすぐに被災地に入りました。石巻、そしてその周辺も回りました。しかし現地に行って当時から違和感を持つことがあります。私は20代からジャーナリズムの世界で暮らしてきて、仕事をしてきて、ある日被災地の相馬市に行きました。相馬市に行きますと、多くの被災者の方々が涙を流しながら私のところに来ました。何て言ったと思いますか。皆さん知らないでしょうけれども、マスコミの人たちは南相馬とか、とにかく交通網が良くて取材にすぐに行けてすぐに帰れるようなところを一生懸命仕事をしてくれるけれども、相馬に来る人少ないんですよ、言いました。その時は小学校の体育館に多くの人たちが集まっておりました。私は聞きました。そうは言っても政治家の方々でいらっしゃる方がいるでしょう。そう聞きましたところ、ある漁師の方が、あ、そういえば体育館に顔を出してよっと言って帰って行った元総理大臣がいると言いました。あるいは女優の人も来たけれども、みんなの気持ちを聞くことなくすぐにアリバイのように帰って行ったと言いました。私はそれ以来、時間があれば相馬市に足を運んで新旧のボランティアで一緒に行動しております。その中の一人に吉田秀夫さんという、中学を卒業してからずっと60を過ぎて50年以上漁師をやっている人がおります。皆さん、今相馬市の漁師さんたちどんな状況か、マスコミでも報道しているでしょうけれども、漁ができないんですよ。漁ができない。中学からずっとずっと毎日毎日魚を取っていた漁師さんたちが何をやってると思われますか。朝いつものようにかつての漁をやっていた時のように船のところに行くんです。そして船に乗って沖に出ていくんだけれども、やっていることは瓦礫を集めてそれでお金が出るんですよ。だけど吉田さんたち漁師さんは、私が行くたびにこうおっしゃいます。仕事がやりてお金は入るんですよ、いろんな保証はある。だけど自分が本当に中学卒業してからお父さんおじいさんの仕事を継いできた、一番やりたいのはちゃんと魚を取って、それを私たちも含めた日本全国の方々においしいものを食べてもらいたい。だけどうまくいかない、原発ですよ、原発が原因なんです。だからこそ皆さん、この現実を直ちに解決していかなければなりません。皆さん、安倍首相は IOC の集会で、皆さんすでにご承知のように英語で演説をして、福島第一原発はアンダーコントロールのもとにあると言いました。安全だと言いました。東京もこれまでには大変なことはなかったし、これからも完全に安全だと安倍さんは言いました。しかも福島第一原発の港湾の 0.3 平方キロメートルのところに全部管理している、管理されているって嘘じゃないですか。こんなことをみんな分かっていること。だけど皆さん、こういうことをテレビも新聞もずっときっちりと検証をしていない、批判をしていない現実があります。皆さん、その後に安倍首相は9月の19日に福島第一原発に視察に行きました。皆さん思い出されるでしょう。宇宙服のような防護服を着て、これまでにないような着てましたよね。そんなことで
で安全だなんて言えますか。だと皆さん、残念なことにこれまた新聞もテレビも批判的な報道をしない、ネットメディアだけが宇宙服のようなものを着けて何が安全ですかと言いました。本当にそういう実感が大事なんです。皆さん、原発安全どころではないことは皆さん十分にご承知のところですが、福島第一原発だけが危険なのではありません。日本全部の原発が危険なんです。そのことを基本に立ち戻って私たちは考えなければなりません。なぜかといえば、原発の事故の原因は政府や東電は津波によって起きたものだというようなことを言っておりますが、これまで皆さんもご承知のように国会の事故調も含めて専門家の多くの人たちが津波ではなく地震によって原発事故のきっかけになったのではないか、そのような指摘をされる方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。例えば皆さん、第一原発の格納容器の下にだけど大地震が起きて津波が来る前にそのポンプが何度も何度も動いてる。そのポンプが動くのは水が出てきたら動くポンプなんです。津波が来る前にそういう異常事態が起きている。実際に皆さん、原発には5万もの排水管があるんです。その総延べキロ数ってのは120キロあるんですよ。原発一つの中に5万もの配管、そしてそれが120キロ、そして水蒸気も出ている。水の流れで曲がり角のところは腐食をしている。そういう事故がこれまでも何度も何度もあったんです。だから福島第一原発の事故の時にも現場の作業員が自分の目で見て証言をしていますけれども、福島第一原発の1号機の4階で地震が起きて津波が来るまでに南の壁から水が噴き出したっていうんです。そういう事態が起きていた以上、原発事故の大きなきっかけが津波によるもの、以前によって地震によって起きていたということを多くの専門家が指摘しているじゃありませんか。だからこそ、この地震列島の日本で再稼働なんてことになれば、活断層も含めて福島第一原発だけではなく日本全体の原発が危ないんです。こういう現実を見たときに、もう一度原点に立ち戻って再稼働ゼロ、原発ゼロ、そういう方向に共に世論を高めて、政治家私たちを動かしていただいて、新しい日本、新しい日本の文明を一緒に作っていこうではありませんか。この後ろ側の垂れ幕に子どもたちを守ろうと書いてありました。子どもたちは日本の未来、日本の宝です。これからの日本を支えていく子どもたちの全ての人生を私たち大人の責任で守らなければならないと同時に、今被災地で苦しんでいる先ほどの漁師さんたちの暮らし、お父さんお母さんおじいさんおばあさん、その暮らしを断固として守り、元通りの豊かな生活を取り戻さなければなりません。皆さん、私は初めに今歴史的な瞬間にあると言いました。歴史とは過去に学ぶことではありますけれども、皆さん、歴史っていうのは現在を過去として見ることなんです。5年前10年前も歴史でした。しかし皆さん、5年後10年後50年後の日本人から見れば、私たちが今いる昨日今日明日は歴史なんです。その歴史の中で私たち主権者一人一人が歴史を作っていく。
今日お集まりの方々の強い思いで言えば、原発ゼロの日本、再稼働させない日本を作っていく、そういう歴史を作っていくのは私たち一人一人主権者の力なんだということをお互いに確認し合って、明日からも新しい日本のために共に努力をしていこうではありませんか。共に前に進みましょう。ありがとうございました。